にちは、ミスターレッドとミスターイエローと、どうも皆さんこんにちは、ミスターオレンジです。あとミスターブルーです。はい、今日はまた街を出てくるんですけど出てくするんですけど、今回ミスターオレンジも来てくれました。うん、そしてフューリーフォーもあります。え、ちょっとフューリーフォー、バリーバーバー、みんなちゃんと前に出てる。あ、そういえばなんか今なんかなぜか警察が来てます。そしてフューリーフォーですかね。なぜか警察が来ていますね。なんでこれ、なんでですか。タイヤ多分壊れてると思います。どこ行こう。あ、分かったぞ。あれ、来て。渡ろう。渡んないと。止まったらさ、ちょっとショートカットするので。ショートカットじゃない、カットだ。カットします。よし、ちゃんと画面見ながらやる。ちょっと待って、トラブルです。てかさ、なんで警察が来たんだろう。なんか誰かおしっこをしてる。こっちだけ雪降ってたけど、雨が降って今ダメなんです。雪意味がなかった。セバ、セバが喋って、頑張る。セバが喋ってる。電車見に行く。今日はちょっとフィンランドの電車を見に行きたいと思います。このくらいの地面が半分の1ぐらい。では皆さん聞いてください。誰かが喋ってるときは、カメラマンが喋ってるときは静かにして、よくカメラのマンがそれを言ってから、言ってください。見てる YouTuber も同じです。例えば VR、 VR ですね。日本は JR ですよね。で、今回フィンランドは VR なんです。行った、電車取る、電車。うん、かっこいい。そうだ、崩壊スポーツもあります。崩壊スポーツと雪乱手段もあります。日本語の名前だよ。崩壊スポーツだって、だっていいよ。ちょっと何のために駅来たんだろう。時刻表、時刻表それ見して。おっと、でっこい。でっかいね。今練習とかは行きません。見ましたよ。いや、日本じゃない。すごい。だってそんなん行かねえよ。よし、行こう。ナルトのあのおでこにつけて。別にいいよ。そんな簡単に壊れるもんだ。いい匂いがするね。こっち。小さい時日本で、ね、はい、みんな来て聞いて、みんな聞いて、俺日本で、まだ小さい時に、俺まだ、聞いて、俺と日本で小さい時に、結構さ、下がってて、そして黄色い線までお下がりくださいって言ったら、黄色い線に俺行ったんだよ。
俺ここぐらいにいて、で黄色い線までお下がりくださいって言われたら、俺黄色い線とどこに、うん、そうだよ。に変わってあげて、電車専門家、はい、電車マスター、電車マスター、せーわ、電車マスターの何で、電車マスターだからね。よし、ミスターレンジ、いやミスターイエローに変わりました。おお、でかいんですね。もうこっち、もうちょい、はい、よし、こっちとか見せる、ずっと歩いてか、歩いてか、だからそっち電車見せながらやって、ミスターオレンジと。俺もあるけど、それ俺小さい時だ。ミスターレッドに変わりました。うわ、本当にいいな。てか、そのタワーね、そっちにあるタワーね、僕が前、昔住んでた家から見えたです。てか自動販売機なんてある。フィンランドでは、自動販売機ってものが結構少ないので、踊る。これとか。お腰が痛い、お腰が痛い。自動販売機、これ買おうか。これ？わかんねえ、2円ぐらいする。高い。全員15。マスター、電車マスター、この2階建てバスの電車の2階には何があるの？ミスターイエローに変わる、カメラがある。あ、ちょっと待って、何があるの？2階、2階建てには遊び場があります。うん、俺行きてえな。まあさ、遊び場ってさ、言ってもさ、なんか小さい子のさ、すごい遊び場だったね。どんなのがあるの？うん、で、なんかミニ滑り台とかあるよ。ミニ滑り台とか、うん、ちょっと寒くなってきた。寒くなってきたな。よし、もう歩いて下降りよう。まだ。てか、そこには時刻表あるから見せて。では、ミスターブルーは全く撮っていないので、ミスターブルーに交代します。よし、駅降りて、出てこか。自動販売機、自動販売機、それ欲しいね。何が美味しいの？真ん中の、真ん中の、うまいだ、うまいだ、はい、ブルーに取らせてあげて、ブルーにやらせてあげて、ブルーがやって、俺うまい、俺うまい、俺うまい、動いた、すげー、おー、すげー、すげー、おー、あの電車顔見せて、顔電車の顔バレ。ディーゼルの顔バレ。全員移動。俺今ミスターブルーにあげようとしてた。めっちゃ来てる。誰か電動アイターでここ来てたし。1円とか。全員移動。こんなの危なくね。今 CTF だ。CTF ヘッドだ。ヘッド終わった。全員集合。今すぐ集合。
腹減っちゃったか、うん、ちょっとなんか後で食べに行こう。今じゃなくて何？サブウェイ。そっち行きたい、使いたい。ちょうどお腹空いたし、ここで食べよう。サブウェイで食べるの。じゃあ1回ビデオ終わろう。なんでやだよ、俺これもう一個ちょうだ、交換しようぜ。交換しようぜ。じゃあ1回ビデオ終わって、待って、マスクマスク持ってます。ちょっと待って、マスクしようぜ。これ、この時とかが入ってるテストの、開封動画、公開スポーツ、交換しようぜ。ぜひぜひアップロードされるまでお待ちください。そうだ、あと編集して、アップロードしてから、この動画のリンクをコメントに。公開スコープです。すぐ、このスコープってところ見せます。どういう感じですか？近い、ちょっと俺です。近い、はい、はい、じゃあもう最後決めて。オメガも終わります。と思います。無駄なパートをカットしておきましたので、じゃあまた次回でお会いしましょう。もし動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと動画の感想をコメント欄に書いてください。ではまた、パート2でお会いしましょう。じゃあまた。